Thank you.
してりゃ大抵のやつは騙せるから助かるよ。あのお人よしの市長といい、能天気な女遊撃士といい、おめでたいやつら。笑わせてくれるよね。特にあの能天気女、僕のことをけほども疑わずに仲良くなれそう。だってさ笑いをこらえるのに必死だったよ。何がおかしいのよ。あんたたちは
黙って聞いてりゃ能天気だのおめでたいだの好き放題言ってくれちゃって、覚悟はできてんでしょうね。ことはないよ。いくら遊撃士とはいえ、所詮は女子供の集まりさ。僕たちカプア一家の力を骨の髄まで思い知らせてやるんだ。何が女子供よ。自分のことを棚にあげておいて。もう頭きた。絶対ギャフンって言わせてやる。それはこっちのセリフだね。君たちやっちゃいな。もう大丈夫だ。空賊だろうが山賊だろうがどうだっていいわよ。あの生意気ボクっ子、今度会ったらギタギタのパーにしてやるんだから。ギタギタのパーって、Thank you.
ことになりましたね。何かあったのかな。うん、そうみたいだね。ええ、確かに先日から出張で出かけておりますが。何ですって。失礼しました。にわかには信じられませんが。ええ、わかりました。家族には私から伝えておきます。大丈夫です。本人たちも遊撃士ですから。はい、何か分かったらよろしくお願いします。アイナさん、何かあったの。珍しいこともあるもんね、あんたがそこまで驚くなんて。で、どこからの連絡だったの。ボース支部からよ。大変なことが起こったわ。定期飛行船リンデ号がボース地方で消息を絶ったの。え？どういうことですか。まだ詳細はわからないわ。現在王国軍が出動して大規模な捜索をしているそうよ。そのせいで他の定期船も運航を見合わせているらしいの。なるほどね。それで発着場が混雑してたのか。それでアイナさん、エステル、ヨシア、気をしっかり持ってちょうだい。行方不明になった定期船にカシウスさんが乗っていたらしいの。え、まさか嘘でしょ。乗客名簿に名前があったらしいの。リベール遊撃士協会ロレント支部所属聖遊撃士カシウス・ブライト45歳って。